お客さん M ですね。え？マゾにとってお仕置きされないということが最大のお仕置きである。ああ！ねえ吉田さん、ちょっと、ああびっくりした。また例の店行くの？それセクハラだと思います。吉田さんの趣味は合法なんですよね。やっと見つけた最高の楽しみなんです。奴隷の分際で女王様と天外デート、これは癒しと愛の物語。こんな田舎にはもったいないぐらいの M で。以前はそれはもう想像絶する快楽だったんです。どうせ私はバイトの女王様ですよ。その雪子女王様の味が忘れられないってわけ。雪子女王様に会ってみたい？知ってるんですか？君の場合 M っていうのは癒しの作業をやったんちゃうかな。夕方フレンドって曲知ってる？あなたがどこにいてもすぐに行くわって。吉田さんいらっしゃいましたよ。はい。夕方のお友達。